それはさ、家賃とか何もなん？家賃はね、食事込みで、あ、そっか、食事も食堂があるわけもんな。そう、食事込みで、うん、とか、めっちゃええな。やったと思う。万円とか。あ、それはええな。はい、なみさん、はい、YouTube です、はい、お願いします。お願いします。今さ、うん、新人の人たちとかがさ、プロ野球の、はい、入寮していってるやん、はい、だからちょっと寮について聞こうかなと思って。プロ野球の寮。そう、はい、新人はみんな寮に入るんですよね。そう、絶対に寮に入る、うんうん、まあそのね、うん、プロ野球に入団する前に結婚してる人はまた別になるんやけど、うん、はいはいはい、それ以外の選手っていうのはみんな寮に入るね、うんうんうん、だから僕も大学とか寮やったんですよ、はい、まあ悲惨やったんですよ。プロ野球の寮ってどうなんやろうなと、うん、まあ確かに大学の寮ってなんかいろいろ規則とかね、そう、上下関係とか、野球部の寮ってもうちょっと入るん嫌やん。いや、うん、特に1年生の時とかね、まあ、僕らね今年9歳の年だけど、うん、当時はまだね厳しかったもんね、うんうん、やばい、いろんなルールあったしさ、はい、まああるじゃないです か、うん、だからプロ野球の寮ってどうなんやろうなと思いまして、はい、ちょいろいろ聞きたいなと思ったんですよ。わかりました、お願いします。お願いします。じゃあ最初に、うん、まずその設備面、はい、設備、うんうん、要するに間取りとかさ、はい、部屋、自分が入る部屋ってどんな感じなの、うん、あー、なるほどね、うん、ね、間取りで言うと、うん、まずね、8畳とか、うん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 、そんな感じ、うんうん、8畳、当然一人部屋やんな、一、うん、人部屋、そうやんな、うん、そう、一人部屋で8畳、あ、で、部屋っていうのはね、うん、自分で選ぶことはできひんねん、決められんねん、うん、もう、お前ここな、お前ここな、みたいな感じで、うん、入寮するときに寮長から指示される、うん、うんうんうん、で、まあ、そこに入るんやけど、うん、家具とか備え付けのものっていうのはベッドがあるぐらい、はい、うん、あ、ベッドはあるんだ、うん、ベッドはある、はいはい、うん、ベッドは、それは枠ってこと、マットレスはないでしょ、マットレスもある、あるんや、うん、で、このマットレスとかあのシーツとかあるやん、布団とかさ、はいはい、そういうのも業者さんが定期的に、あ、うん、そうなん、変えてくれるから、その掛け布団やら、うん、シーツやら、そう、へ、自分で洗濯したりする必要はなくて、洗濯、じゃあ布団干したりとかないんだ、ないね、先輩のやつを屋上に持ってって干して布団叩きでとかないの、ない、コロコロしたり、まあコロコロはするか、うん、コロコロはね、おう、うん、だから基本的になんか自分で布団系をやることっていうのはない、あ、じゃあホテルっぽいんや、そこは、そう、そこはね、へ、うん、で、床は、うん、なんていうの、フローリング、フローリングじゃなくて絨毯というか、あ、なんていうかな、はいはいはい、うん、ちょっとオフィスっぽい感じ、カーペット、はいはいはい、みたいなやつがもう最初から引いてある感じ、お、なるほど、うん、なるほど、そんな感じ、へ、うん、だからまあ備え付けのもので言うとベッドがあるぐらいやから、うん、あとの家具っていうのは自分で用意するね、冷蔵庫やら、うん、冷蔵庫とか、 あとは僕が用意したのはソファー、 あー、うん、あとはそのテーブル、はい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 、はい、うん、とかね、うん、まあ、そういうものは自分で用意する、もちろんエアコンは最初からついてる、うん、ただそれ以外のものっていうのは自分で用意をする。じゃあワンルームのマンションに普通に一人暮らしの準備をするみたいな感じ、うん、ああ、もうまさにそんな感じで、ベッドだけありますよみたいな、うん、そう、ベッドだけある、机もあるんで、あの、なんていうの、ローテーブルじゃなくてさ、はいはいはい、勉強するようなデスクはある、うん、あれはね、うん、ある球団もあると思うんやけど、うん、僕が入ったファイターズの寮はなかったかな、うんうん、ちょっとそこはねあんまり覚えてないんやけど、うん、まあ、でもベッドとソファーとテーブルを置けるってなったらそこそこ広めかもな。そうやね、8畳もうちょっとあるんかもしれないな、うん、全然全然、へ、広い広い、だって僕大学の時6畳に4人でしたよ。2段ベッド2つ置いて、僕も明治そうやったよ、6畳とかに2人で、ね、うん、2人、6畳に2人部屋、さすが明治やな。さすがやわ、もう6畳8畳に4人やったもん。それすごいな、えぐいな、えぐかった、うん、で、ね、うん、寮の部屋に、うん、あのトイレとか、うん、お風呂、はい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 、っていうのはついてない。え、部屋に、うん、部屋についてない。そうかそうか、うん、だから共用のトイレっていうのは各階にある感じ、はいはい、でお風呂っていうのは大浴場がある、はい、うん、だから部屋についてるのは洗面台、うん、うん、がついてる、あ、うん、そんな感じ、まあ、これはどの球団ももちろんね、その、うん、部屋にトイレがついてる球団の寮もあると思うんやけど、うん、まあ、僕が入寮したファイターズの寮っていうのは、うん、部屋にトイレとお風呂はなかった、うん、じゃあそこは大学スタイルやな、うん、そうだね。
まあ、洗面台はなかったな部屋にな、うん、あそうかそうかそんな感じか、うん、そんな感じ、それさ、うん、練習に来たりするやん、はい、二軍選手とか、うん鎌ヶ谷、はい、やったら、そこのお風呂とか使うときは、うん、寮のお風呂を使うって感じやん。そうだから外来の選手やね、うんうん、はみんなあの寮生と同じ、うんうんうん、お風呂大浴場があるからそこを使う。どうなの、綺麗なんですか お風呂とか。うん、お風呂はね全然綺麗。あ、そう、うん、綺麗やね。部屋も建物自体も結構綺麗に、うん、そうやね。だからファイターズやったらあの、うん、寮のお風呂にサウナがついてて、うん、あ、うん、ええなもん、うん、だからすごい綺麗。そうなんや、うん、スワローズの寮はサウナはついてなかった。じゃあやっぱりあれなん、さ、入団してさプロ野球選手になってさ、うん、はい、数年住んでる人もいるでしょ、うん、じゃあやっぱりルーキー新人がお風呂掃除、はい、うん、トイレ掃除をやっぱやるわけやんな。当然そりゃこれはね当然やらないね、まあ、それやることはないね、うん、選手が。あ、そう、うん、ちゃんとそういうなんていうのお掃除の方とか、うんうん、いてくださる、うん、そう、はいてやっていただける、うん、あ、そう、うん、だから選手がどっかを掃除するとかっていうのはない。あ、うん、じゃあ1年生の仕事じゃないんだ。そう、1年生の仕事じゃない。掃除して先輩に部屋総点検もらわねえ、うん、ない。そうなん、はい、部屋掃除してきましたみたいなことはないね。いやいや、そんなもらい方やったらしばかれんだよ。そうあ、じゃあまあその辺は全部もやってくださると、うん、そう、はあ、いいっすね。はい、そっかそっか、うん、よくさ、うん、出世部屋あって言われるのあるやん。あるね。ここは誰々選手が使ってた、うん、で次にこの選手が使ってこの選手も対戦したみたいな、はいはい、あるやん。なんか聞くね。そういうのやっぱあるの。僕のねファイターズは、うん、特になかったかな。あ、そうなんや、うん、だ僕は何も知らされずに入ったし、うん、他の選手もなんかそういうことを聞いたっていう話、うん、僕はないかな。ここ自分が入る前誰々さんが使ってたんやでとかもなかったんや、うん、ない。あ、そうなん。ただね僕が入寮して僕は寮に1年間しかいなかったんや、うん、あ、そうなんや、うん、だからあの家具とかね冷蔵庫とかもそうやし、うん、結構新しいやつをね、うんうん、持ってたからさ、うん、だから次に入ってくる選手にもそれ置いていこうと思って、うんうんうん、だから僕全部置いていってあげるよって、うん、あげるよって言って、うん、でその後僕が使ってた部屋に入ってきたのが中田翔選手やったから、うん、おー、うん、そうなの。これねはっきりと覚えてないけど確か、うん、中田選手やったはず。おー、うん、だから全部僕は家具とか置いていった。へー、うん、家具とかって言ってもねその必要なもの、うん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 、は置いていった。じゃあ奈美さんが使ってたやつを中田翔選手使ってたかもしれない、うん、いや使ってたんじゃない。へ、うん、だからおそらく中田選手が僕の後に部屋入ったはず、うん、へえ、うん、そっか、すごいね。おかしいな、出世してないんやけどな。出世じゃない。中田翔選手なんてさ鳴り物入りで入ったやんな。うん、なぜ奈美さんの部屋に。だもしかしたらその後に出世部屋になってるかもしれんね。中田翔から。そう僕だけが出世してない可能性もあるよね。いやいや、そんなもんないや。じゃあそういう、まあ、ファイターズの場合はそうこの部屋は出世部屋でやでみたいなのはなかったのか。いや聞いたことなかったね。そうか、うん、もしかしたらあったのかもしれないよね、うんうん、なるほどね、うん、じゃあさ、うん、門限はねだってさ、うん、大学の時やったらさ、はい、天候あったやん。天候あったね。あったやん、うん、全員が廊下に出てきてさ。いやただ僕明治大学は毎日はなかったよ、うん、嘘でしょ。明治大学は毎日なかったよ。ゆるゆるやん。お門限はね、うん、僕の時やったら10時30分、だから22時30分とかやったような気がする。一応あるんやね、うん、門限はある、うんうん、22時30分とかやった。それさ、ね、どんな感じなの、バレるん、普通に破ってたら。そう、あの寮長がさ、うん、おるから、うん、寮長があのちゃんとみんな帰ってきたのを確認して戸締まりをするから。ああ、うん、あ、寮の入り口を。そう、なるほど、うん、じゃあ入れんくなんねや。超えたら。そう、じゃあバレるな。だからまあ誰かしらね、うん、電話してちょっと開けといてとかっていうことは可能やけど、うん、基本的にはバレる。ああ、そうなんや、うん、し、まあ新人の時から、ね、新人合同自主トレ中に門限破ったろっていうような人とかはいないからね。ああ、ほんま、そいつは物はおらへん、さすがにね。あ、うん、じゃあ22時半ぐらいか。うん、だからあとは23時とかぐらいの門限なんや、うん、そう、まあどの球団もそのくらいなはず。なるほど、うん、それさ、じゃあ門限きついやんか、まあ、まあ、なんか20歳超えて、
あ22、3か、うん、でまあ社会人になって門限があるっていう、うん、はい、まあ大体門限ってなくなるやん、大人社会人だからさ、確かにね、うんうん、あるやんか、うん、でもまあさ外泊したいこともあるやん、うん、そりゃ、うん、それどうすんの、外泊届とかあんの。そう、基本的にね、これ球団によっても違うんやけど、うん、ファイターズの場合やったら僕の時やったら外泊っていうのはなかった。あ、あかんねや。うん、あかん。絶対あかんかった。絶対あかんねや。うん、絶対あかん。で、スワローズの場合やったら、うん、外泊は月何回まで OK とか、ちゃんと届け出を出してね、うん、とかっていうのがあった。え、それさ、うん、理由がさ、その理由じゃ認められないよとかもあんのかな。いや、理由っていうのはないんじゃないかな。普通に何の理由でも有給みたいな感じでできるもん。まあ、そうだね。あ、うん、え、寮にさ、誰か連れ込めんの。まあ誰かっていうか、うん、女連れ込めんの。ドストレートに来たね。うん、これは、うん、ダメ。ダメ。うん。あかん。ダメ。ダメか。あかん。そらそやわな。うん。でもちゃんと22時半には返すよ。あかん。あかん。だから、ね、友達とかさ、うん、そういう人たちは、うん、寮に入ることはダメ。できない。友達もあかん。ダメ。あれは？親は？うん。で家族ぐらい。家族が、ロビーとかね、エントランス。まで入ってくることは可能、はいはい、なるほどなるほど、うん、部屋まではこう、そうだから1階にロビーとかさリビングがあるやん、うんうんうん、それ以上だから2階に上がったりするっていうことはダメやね、うん、家族でもね、なるほどなるほど、うん、そうそうなんや、うん、まあセキュリティの問題もあるな、まあそうやね、なるほどね、そういう感じで、うん、どうなん快適、快適やで。あ、ほんま、うん、でね、さっき僕1年間しか寮いなかったって話をしたけど、うん、寮にもねちゃんと各球団、うん、その何年いないといけないっていうルールがあって、あ、そうなんや、うん、だから大卒は何年、うん、で高卒は何年とか、大体多いのが大卒は2年とか、うん、で高卒は5年間。お、え、1年で出たの？うん、僕はね結婚したり、するとまたそれが変わるとかね、はい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 、うん、もう家族持ってそうってなるとな、うん、確かにな、こういうルールだって連れ込めへんもんな奥さんであろうがロビーまでしか来れへんもんな、そう、だからね、まあ寮をその特例で出る人もおる、あとはその球団によってもう出世、うん、めちゃくちゃ成績を残してますと、うん、で1軍の施設に通うのが、うん、まあ、2軍の寮からやったら遠いとか、うん、って言って特例が認められるケースもある。逆に不便になっちゃう、そう、寮にいると不便になるとかね、うん、なるほど、うん、特例が認められるケースもあるよってことだね。はあ、うん、なるほどね、はい、え、それはさ家賃とかなんもない？家賃はね、食事込みで、あ、そっか、食事も食堂があるわけだもんな、そう、食事込みで3万円とか、めっちゃええな、やったと思う、4万円とか、あ、それはええわそんな感じ、ちゃんとただ家賃はかかるよってことだよね、うん、ただじゃないよってこと、うんうん、なるほど、格安でね、うん、いいっすね、いい、だから食事もねちゃんと業者さんとか、うんうん、そういう人たちがちゃんと作ってくれて、まあ、栄養の管理とね、うん、そうやんな、うん、そう、やっぱアスリートとしてのあれを作ってくれてるわけやもんな、そう、あと選手が飽きひんようにね、うん、食事のメニュー、バリエーション、はいはいはい、だからほんまに寮の食事って僕はね、うん、美味しかったイメージがある、まあ、ファイターズもそうやし、まあ、スワローズの、うん、寮の食事も取ることあるんやけど、うん、うん、めちゃくちゃ美味しかった。あ、うん、プロ野球選手としてはそれが一番助かるよな。そうね、絶対な、うん、やっぱファイターズやとジンギスカン多めなの？うん、ファイターズやったらジンギスカンは出てこない。まあそうか、千葉やから千葉やからね、そうか、うん、分かりました。そんな感じかな。へえ、そんな感じか。はい、分かりました。はい、あれなん、うん、一緒に住んでる先輩とかは、うん、やっぱりあの大学の感じあんの？いや、全然ない。でも部屋分かれてるから、もうそんな上下関係じゃないからねそうか、うん、だからなんかパシリに行かされるとか、うん、あるやん、あの渋谷のコーラが飲みたいとか夜中に言い出すのあるやんかおい、コンビニ行ってパン買ってきてくれ、うん、何買ってきますか、うん、センスみたいな、それが一番困るやつやなそうやね、何買ってきても不正解っていう、ね、そうやね、うん、あの地獄のやり取り、ね、あれはない、うん、ない、ない。寮の下に自販機があんのに渋谷のコーラが飲みたいとかもないの？ない、ない。しかもガチで生かされるとかない。ないか、そうかそうか、そうか分かった、安心したわ、はい、ということで、まあ、こんな感じかな、はい、はい、ということでいかがでしょうか、はい、はい、ということで今回の動画は以上になります、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。